はい、今日もあなたと百姓天国ということで、本日は2019年3月26日火曜日ですね。今日は雨、雨予報じゃなかったんですけどね、いきなり雨ですよ。いやいや終わりましたな。これでまた予定がねいくつか狂いましたが、ということで火曜日ね、出荷日、収穫日なのでね、収穫におられてるわけですが、さあもうこの時期はね、春の端境期本番でございまして、刃物系がね中心になりますということで、今日は何を取るかと言いますと、今日はチマサンチとわさび菜が入りますねということで、はい、嫁よ、そのコンテナを持ってこちらにどうぞと。で、素手になってください。素手になるのを嫌がっているわけですね。お客様にお届けするこの大事なお野菜を素手で触りたくないということを言ってほざいているわけですけれども、ちょっと待ってな。はいはい、じゃあ今から取り方をね、これわさび菜ですね。今日はこのわさび菜とチマサンチュのレタス系が2つ入りますね。もうこの時期はあの毎週ごとにね刃物系を変えていきます。え、虫というかさ、はいね、こうやってほらこう取ります。はい、ね、綺麗な葉っぱ、はい、素手の方がよろしいですな。全く農園主の私の言うことを聞きやしませんな。いけませんな。ね、はい、こんな感じでね、とってもね美味しそうな感じですよね。はい、聞いておりますか。こんな感じで取っていくんですよ。よろしいですね、手でこうね。はい、いいですね、このふてくされた舐めた態度ね。じゃあよろしくね。はい、その1コンテナいっぱいしてください。ちょうどね、美味しそうでいい感じですね。この時期はねこうやってね手でかいて、摘み取る野菜は割と多いですね。からし菜、かき菜などなど、レッドマスタード、まあまあね、刃物はどうしてもねこう偏ってきますんでね。よいしょよいしょよいしょ。これワンベッドね 50m ありますんでね、しばらくこうやって何回かはね、こうやって春の間ね、まあ何回も取れますね。多分これ6月ぐらいまでは連続出荷がね、取り切ったらまたこうやってね少し、トンネルを閉めて暖かくして育てるという感じになりますか。ハウスなんかだったらね結構これ何回も何回もおそらくいけると思いますが、いやー今日はねなんか雨なのでちょっと寒いんですよね。今日は久々にこう完全防備できまして、よいしょよいしょ。まあもう端境期なんでね、今日はチマサンチとかこういうなんていうんですかね、ちょっとサラダ系でふわっとした感じでね、お客様がね飽きないように本当にねこの時期はちょっとね気を使いますね。どうしたってね、同じような刃物になります。だから今日はあの黒キャベツを入れてますね。煮込み系のものね、刃物捨てもみんなサラダってわけにはいかないので、あの煮込み系のね、刃物も入れておりますね。やっぱりこのね端境期でねどういう設定野菜を組むのかっていうのがね本当にあの大事なところでございます。この時期にね、ちょうど3月って意外とね怖いんですよね。やっぱりなんていうんですか、時期が変わると言いますかね、新年度が始まったりとか引っ越しなどでね、お客様からのね、引っ越しで海外に行きますって、本当にね最近はそういう方もいらっしゃいますんでね、なかなかこう大変な時期でございます。戦々恐々とね、4月の頭からはね新生活って意外とこの時期はねやっぱり人が動く時期なので、お試しセットというかね野菜の新しい注文もなかなか来ないんですよね。そんなことでね、よいしょよいしょ、もう贅沢にねこうやってね最初はどん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 ね、どん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 大きいやつ取っちゃえばいいよ。はいね、もう十分にいい大きさだと思います。気づけばもう3月の終わり、もう今週でね終わりですね。早いな、もう春ですよ。4月ってことはもう4分の1終わったってことですよね今年ね。ついこの間正月明けたと
思っていたらもうこんなことでございますよってことですよね。いやはや、よいしょ、へへい、あ、邪魔ですちょっと待って、はい、なんでこんな段取りが悪いんじゃねえのか。はいはいはい、まだまだ打ち込んでない、いやまだ足らん足らん、はい、もっと取ってください、はい、あ、じゃあこれ私が取って、全部で4コンテナですよ。はい、じゃああなた1コンテナ、私くる、私あと2コンテナ取りますので、ね、いきませんな、この段取りの悪い何を転んでいるんですか。はいはい、ね、遊びじゃないんですよね、農業はね。よいしょ、よいしょ、さあ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 、まだまだね、でも4月の、半ばまでね、場合によっては本当にあの霜が降りる可能性がある、4度を切るっていうね、マイナスにぶれることは多分そんな成田ですとないんですけど、やっぱりね、4度っていうのが一つの目安なんですね。4度を切ると霜降りて、ちょっとね、夏野菜の苗にはダメージが受けますんでね、ちょっとこれから4月半ばまでは、あの明日の朝の気温ですよね。でもやっぱり夕方のね、前の日のね、夕方の肌寒い感じですよね。それをなんとなく肌感覚でね、この辺ちょっと傷んでますな、あのそれで判断するんですよね。まあ天気予報は当たらないことはありますんで、やっぱりあの明日の朝がこういい天気というかね、晴れるときはやっぱりフェーン現象でね、ぐーんと気温下がりますんで、そういう日をね気遣って、まあこの時期だからね、ちょっと苗がね、もう4月の終わりぐらいになったらあの大丈夫なんですけど、よいしょ、こんなことでね、これからはその辺が大変っちゃ大変ですけどもね、よいしょ、今日足回路してきてよかった、寒いや、よいしょ、いやもう新しい元号が発表されてまであと1週間ですか。いや前の平成の時はね、私まだ大学生でしたからね、大学3年生でしたね。いやはやまだ20?23 ぐらいじゃないですか。いやいやいや、うん、そうなのか、うん、いや違うか、まあそれぐらいかねえ、私にまだ髪の毛があった時代ですな まあでもあれですよね、あの振り返ってみて本当にあの何でしょう、20代って20代が一番きつかったと思いますね。20代はどうなんですかね、皆さんはということですけど、まあ人によるんだと思うんですけど、私はやっぱり思い返したくない20代ですよね。20代はつらかったな。まあそれなりにね、やりたいことをやっておりましたが、なかなか大変でございました。よいしょ、2コンテナ、よいしょ、よっこらせ、はい、はあ、今日はでも結構どれぐらい降るんかな、あんまり降ってほしくないですよね。さらっとさらっとでいいんですけどもね、お湿り程度で、よいしょ、よいしょ、よっこらせ、よいしょ。結局ね、ヘッドセットはね、あの新しく買ったやつじゃなくて、前のデジカメで使ってたヘッドセットをね、そのまま使っておりますよ、ね、手作りのヘッドセットでございます、ね、意外とこれの方があの使いやすいってことが判明しまして、何のことはない、何千円もね、ヘッドセットだけでも何千円もしたのにね、全く今日は風がないから音が安定するんですかね。なんかこのデジカメは、あのデジカメというかアクションカメラは風があると音がね大きくなったり小さくなったりするみたいで、よいしょ、
よいしょ。ずっとしゃがんでると腰が痛い。よいしょ。もうレタスがね、こんな感じで、ここで3番でぐらいですけど、こうどんどんときて、あとまあ2、3本でもう終わりですんで、はあ、4月のまあね、上旬半ばぐらいでもうレタス類は終わりになりますね。こうやって一つ一つね、もう春の作付けはほぼもう終わりですんで、これから夏に入ってきますんでね、一つずつこうやってね、段取りよく、まあ作付けてね、できるかどうかは別ですけども、どん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 そうやって終わっていくと、ちょっと一つ一つがね、完了した感じがしてホッとしますよね。まあ計画通り行くっていうことは、それはそれで、ね、プロの世界では当たり前ですけどもね、大事なことで、でやっぱりそこら辺は楽しいわ。楽しい、計画通りうまくいったら、あのそうやってこうやってね、ちゃんと野菜ができるっていうのはね、それはそれで楽しいことなんですけどもね。ただまあなかなかそうはいかずに、そういかない時にまた次の手を打ってね、そうやって対処していくこともまたそれはそれでね、喜びの一つもあるわけですよね。計画通り行くことはまずね、基本的にはありませんよね、この仕事に関してはね。ダメな時にどう先手を取っていくのかということになります。よいしょ。だまあ予測が大事なんですよね。あ、これこのまま植えても多分できないなって、植えながらもそれをこう気持ち的にはね、ちょっとあんまり期待できないなと思いながら作付けていくわけですよね。その辺のそのまあなんていうか諦め感というとあれですけどもね、その辺がすごく大事になります。よいしょよいしょ。さあさあ、そんなことで嫁は1コンテナぐらい取ったか。さあ、今日はずっと雨だったらこれ困りますよね。まだね、3月末だったら周りの農家さんもね、そんなにバタバタしてる感じじゃなくて、これが4月入ってくるとやっぱりね、田植えね、お米をやってらっしゃる方はどんどんね動いてきて、トラクターなんかでね農道を行き合うというような感じになってきます。さあ今日はそしたらこの隣はサニーレタスですね。ちょっとずつ色づいてきて、これももうしばらくしたら出せると思います。ということで今日はこのわさび菜ですねを収穫している百姓農園の動画でございました。今日は雨でしたね。それではまた。